大阪府門真市にある、薫外荘です。門真市の三島神社の境内にあるんですけども、このクスノキ、とても大きなものです。樹高が 24.4 メーター、幹回りが 12.5 メーター、樹齢は1000年と言います。この神社の社を包み込むような格好で建っています。これは大阪府一の巨木なんですね。